はい、おはようございます。こんにちは、コウマキアルです。今回も戦国バサロ2やっていきたいと思います。では元地下編4章最終章やっていきましょう。第4章毛利元就を破り、あ、長篠の行くんだ。長宗我部はやだな、長篠さらなる宝とまだ見ぬ地を求め長篠へと向かった。狙いは甲斐の虎武田信玄の撃破と彼の持つ至宝であった。お宝集めかな。猫に小判ならぬ虎に小判ってやつだぜ。武田の至宝、至宝、行きましょい。銃撃戦。あれ、こんな静かだったっけ。天気悪いよね。天気が陸で挑んでくる息はよし、だが武田の騎馬軍団は甘くはないぞ。俺らにはオカム海も関係ねえぜ。武田が騎馬軍団押して通る。出て命を惜しみ道を開けよう。戦国最強の武田騎馬隊とは我らのことよ。いざ参る。やだわ、全滅せよ。陸で海賊に負けたと思っては、いや、武田の名を言う。皆の者、銃撃開始だ。出れ、撃ち撃ち。はい、大丈夫。あんたらに勝ったら騎馬隊イコール痛い。これが海賊の領域か。だがその前に武田の流儀でもてなしてやろうぞ。容赦なく突っ込んでくんなこいつら。お宝差し出してとっとと引くしない。傭兵は死なずとも言うぞ。行くぞ武田騎馬軍出撃。この状況にラッシュを開けよ。方法は任せた。やっと俺様の出番。お、やっと俺様の出番。いざ霧隠れの術。霧隠れの術。豆鉄砲など当たらぬわ。行くぞ。ここでバサラ技。助けが霧を出した。これで鉄砲は使えまい。霧のため銃撃不可能。申し訳ございません。鉄砲など撃たねばただのおもちゃよ。どこ行った。さすがの猿飛びさすけも、ここは本気だぜ。あ、ここか。鬼が怖くねえとはな。その根性だけは認めてやるぜ。 OK。 おお、霧が晴れたぞ。銃撃開始だ。撃て、撃ち尽くせ。おクローンがいっぱいいるわ。あちゃ、親方様には見せられないざまだね。サスケ、無理するな。引け。武田騎馬隊突撃せよ。多いな。ヒーロー、サスケは失敗した。ただのおもちゃにあらず。やりよ武田騎馬隊火のごとく。真欲しそうな。恐れず立ち向かえ。よし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 、あと2。あと1個。
受けるな。また咲きそうだもんな、人間も。はい。時代はもう終わるな。そうだい、俺が引導を渡してやる。若い、だがわしの時代を譲る気はない。消えちまいな、消えちまいな。深くこの雪村マシしておりました。下がれ雪村、その未熟者が。うえや、決まったのが運の月よ。あれ、もうアイテム消えてる。マジか。え、その回転ってさ、移動できなかったんだっけ。心をよく掌握しておるな、上層か。バラ削りながらよくまとまっておる。どこまで走んねん、こいつ。我が一年大地をも去っ。よっしゃ。わしともあろうものが抜かっと。めっちゃ突進してきたよね。それめっちゃこうダサダサダサって。専用だ。これが再会の鬼。噂にたがわぬ。わかったろ、鬼にかなうやつなんか。いやーしねえのさ。いや、頭突き。欧州の竜。あの男なら。最後あれか、欧州か。欧州竜。あ、ギリギリ20いかなかった。じゃあ最終章いきましょう。赤き虎、真田幸村が残した名前、それはこの戦乱の世に名高き独眼竜伊達政宗の名であった。独眼竜との戦いを望んだ長宗我部はこれを機に釣り上げ原へと船を進めたのだ。釣り上げ原って読むんだね。欧州の竜、独眼竜か。面白い、会いに行ってみようじゃねえか。それにいいお宝を持ってるかもしれねえしな。やっぱ設定違うよね。対決。なんかキャラの。対竜。うん。なんか絡みというかね。はい。それぞれ作品によって違う扱いというか。まあ、政宗と幸村はあれだけどね、あれっていうかライバル視してるけどね。よし、独眼竜ってのはあんたか。再会の鬼か。海賊が俺に何のようだ。あんたと一勝負しようかと思ってな。勝てるのは互いの国ってことでどうだ。この総竜神、あんたも破れるかね。やれやれ、総竜神を仕掛けるか。まさにそれ、あの者には少々身が勝ちすぎませんか。調子に乗ってると分かるだろう。
怖っ。そう、かしられなきゃ勝てねえか。逃げてる逃げてる。もらった。行くぜ、アロドモ。どっち合ってんだっけ。竜の宝が酒の宝だ。この戦が終わったら宴会としゃれ込もうぜ。わあ、なかなかいい乗りしてるじゃねえか。なかなかいい乗りしてるじゃねえか。まあでも似てるよね、ノリ的には。そんな目で見てんじゃねえぜ、伊達軍と。皆様、ここはこらえ時でございます。これぐらい蚊に刺されたようなもんだぜ。おお、モンペイチョーもらった。いい腕してるぜ。本当にただの怪物か。鬼ヶ島に住む支配のようなお見知りおきをとは言わぬぜ。おめえら、あのお客さんに痛い目見せてやんな。痛い目見せてやんな。なんか丁重に扱ってやんなーのが聞くことあるけど、痛い目見せてやるでやばいな。はい、でついてきてるか。はい、君盗んだ分まで走り出すぜ。盗んだ盗んだな、お前ら。はい、総龍寺を通すわけにはいかねえ。てめえの相手はこの片倉小十郎だぜ。うん、いいのか。本番前のこと調べていくか。おいおい、貴様が正義様の相手をするにふさわしいか。この小十郎が試させる。あんたが俺を毒味しようってわけ。まずい俺は願いする。これはずいぶんと下の超えた竜だぜ。いい右目を持ってるじゃねえか。ほうけた顔してんなよ。よっしゃー、チッ、あばよ、あばよ。やるじゃねえか、小十郎を倒すとはな。戦いは楽しまなきゃ損だと思わねえか。気が合うな、最近の。ああ、気合いそうやな。あんたは俺を楽しませてくれるのかい。いいね、気に入ったぜ、トミアンリュー。ますます欲しくなったぜ。そう、真夏の船の上より涼しいってもんだな。あれがあんたの船か。青い海の進む船、嫌いじゃないか。まあ海青いけどな。何だったらあんたも乗ってみるかい。結局クビじゃん。お前らどっちか死ぬやん。どっちか死ぬやん、お前ら。伊達の軍は随分と生きがいいな。生かしておいた方がいいんじゃないか、どっちか。いい天気にまどろんでる暇はねえぞ。さすがにマジになってきたぜ。俺たちは地獄の水先案内人だぜ。やれやれ、他での戦は窮屈だ。
攻略。来いよ再会の鬼、俺はここだぜ。奪えるもんがあるなら奪っていいな。あんた俺と考えが似てるな。海を渡る気はねえか。いいところだが、勝負は勝負。なんだそれ、もらうぜ。血のりは俺らにあるぜ。受けられはしない。よいしょよいしょ。兄貴に勝とうなんて100年早いんだ。ごめん、兄貴はちょっと騎馬隊には勝てないわ。了解、ぶっ込んでいきます。到着。あんたの宝をいただきに来たぜ。お、自由に勝ったっていう証をな。はん、だったらやってみろよ。お、お、小次郎が浮いてるぞ。どっちが上か白黒つけるだろ。オーケー、ギャンブルは面白くないとな。ギャンブルは面白くないよな。政宗様の出る幕はなさそうです。鬼の首に小次郎がいただいてもよろしい。ごめん小次郎、あ、どうした。いいもん見ただろ。政宗様、申し訳ございません。全力で来いよ再会の鬼。駆け引きはなしだ。舐めてくれんなよ竜の兄さん。竹でイカサもしねえのが俺の流儀よ。鬼は竜には勝てぬ、挑むだけ無駄という。残念だがそんな道理は俺には通用しない。あんたとは海の上でも戦ってみてえな。おった、海じゃ俺は無敵だぜ。無敵のあんたを俺が倒すのさ。そう、マサムのなんかね、眼帯してるしね、海賊っぽいもん。あんたその右目で何を見てるの、だったら奪ってみてみるか。その左目と同じものが見えるかもしれねえぜ。命のやり取りも悪くねえな。 That's right! That's right! 終わったかな。これ容赦ないんだ。あんたの勝ちで好きなものを持ってきなら。ああ結構残酷やな。ちょっとハッピーエンドってないもんなのかな。竜の爪いただいてるぜ。僕は松永みたいなの。松永にも奪われたよな。はい、一色。うん、さて次はどこを目指すか。お、すご。そうだな、行ってみるか。何が待ってるかなんてわからねえ方がいい。俺たちは気の向くまま、風の吹くままだ。うん、はいはい。ということで今回は、超スカイ元近編でした。次回で2は竹永半兵衛で終わりですね。じゃあ次回もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。